さあやっていきましょうか。バイオハザード4ブルーホースでございます。まあせっかくね動画開いていただいてるんですから、最後まで動画ご視聴くださいよ。そしてチャンネル登録ボタン、グッドボタン押していただけたら嬉しいでございます。ということで、まあ、前回はですね、まあ、全国8000万人のアダルティの皆様ということで、まあ、何を根拠に言ってるのかよくわかんないけど、まあ、とにかく、パンチラとおっぱいミサイルが発射されまくるという、まあ、最上にしても最大のでエロい回だったかなというふうに思います。おっぱいがプルンプルン、なんで？は？ものすごい向きで今言ってたね。まあまあそんなのはどうでもいいんだけど。まあということなんで、まあぜひね、興味があるなというか、まあちょっと興奮したいなって、そっち系の趣味があるんですっていう方は、一個前のパートも見ていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。でも今回は、ちょっとまあ、さっきのそのおっぱいミサイルちゃんを無事に救出することができたということなので、まあその彼女を連れてね、引き続きこのお城から脱出していくっていうことを図っていきたいんだけど、なぜかこの檻みたいなところから脱出することができないと。だからそもそも、まあ何回もこのお城に入ってから言ってるんだけど、これ本当に住む気のある、居住する気のある城なのっていう気がするよね。だいたいこの施設何のために存在するのっていう、その、なんだろうな、本当に。今から向かうところのさ、その設備に入られないようにするためにさ、防御壁を測るとかっていうのいいけどさ、こんなの普通に住んでる人たちからしてもさ、上ってなると思うし、そもそも、チャプター3の2だったっけのところで、その、サラザールのさ、おそらくサラザールが寝るであろうベッドの部屋とかもあったけど、それ以外の、なんか、食事作るところもなければ、なんか他のその、こういったさ、邪教徒、ハゲチャピンたちとかがさ、なんか住むような場所とかもね、なかったりするから、なんかこの城って本当にただただ人をこう殺戮するためだけに作られたような、感じがしてならないというね、本当恐ろしいですよね。よくこんなところで皆さんの自殺として使えようかなって思ったよっていう話だよね。まあそんなことはどうでもいいので、ちょっと暑いからさっさとここ、はけていきます。まあ、ちなみにここは初めてプレイするよっていう方に関しては、さっき僕何やったかっていうと、あれ普通ね、なんか、火を吹く、ドラゴンのモニュメントしたやつが襲ってくるわけですよ。ところが、それを吊るしている鎖のところを、まあ、銃で撃つ、まあ、ハンドガンとか、まあ、狙いやすいので言ったらライフルってところだけど、ライフルで狙い撃ったら、そのわざわざ、無理やり戦わずして、まあ、倒すことができますよ。倒すというか、もう落とすことができますよっていう感じなので、まあ、ぜひね、そこを狙ってやっていただけたらいいんじゃないかなというところですね。はい。ということで、まあ、なんか向かい合ってね、すごいパンチラを覗こうと頑張っている人がいたんだけど、まあ、残念ながらね、覗くことができないということで、まあ、息子だけがやたらと元気になって、ただただ落ち込んでいるエージェントさんを慰めるためにも、もうここひとまずここから先に抜けていくしかないかなっていうところなんで、頑張ってやっていきましょう。ね。で、今なんか、ちょっと収録環境がですね、まあ、普段その嫁さんとかね、娘ちゃんが寝た後夜中にしっぽり一人でもそもそやっているっていう感じなんですけど、ちょっと今日イレギュラーな状態で、急遽ね、後ろを、僕が今これ収録している部屋の後ろが、洗面台になって、洗面所になってて、まあ、洗面所お風呂とかになってて、今のちょっと、洗濯物を回しながらゲームをしているという状態になってくるんで、もしかしたらなんか、後ろの方でなんか、ちょっと遠く目からゴーとかなんかスーとか言ってるってなってたとしたら、もうちょっとその音が入っちゃってるよって、まあ、生活環境音が入っちゃってるよっていうことなんで、まあ、そこはご勘弁いただけたらなというところですね。はい。ということで、壺をバチャン、手榴弾、する。もうダメだね。噛み噛みだな、本当に。毎回噛み噛みなんだよね。でも噛むくらいって言ったら、もうちょっとゆっくり喋ればいいのにって思うかもしれないけど、なんかね、僕、前も話したことがあるけど、なんかね、ひたすらベラベラと、なんか、何かしら喋ってるっていうことが、こう、ただただ快感を覚えるっていうことで、なんかその影響を受け継いでしまったのかわからないけど、僕の娘もすっごいベラベラずっと喋ってるんだよね。なんか物を書いてる時とか、歩いてる時とかも、へっとか、リリリリリリリとか、ウキャーとか、何かしらもずーっとこう、喋っているっていうね。ところで、あの後ろの、ね、これ、毎回気になるんだよな。あそこが、だから居住区域になるのかな？言ってしまえば他のところ。いや、あなた、パンチ覗いてるでしょ。Oh, no.
あ、今見ました、皆さん。戻ってスローモーションで見てもらえたらと思うけど、レオンが、こう、アシュリーの方向いてたじゃないですか。で、降りる方を一回確認して、わざわざアシュリーの方にまた視線を戻して、パンツをチラッと見てから、また戻るっていうね。もうエロエージェントの極み。ってところっすね。はい。まあそんなことは、いいとして、まあさっさと次進んでいきましょう。まあここもね、なかなか苦労するところではあるんだけど、まあ、別に、まあめちゃくちゃ難しいところかどうかっていうと、そうでもない気は個人的にするけどね。まあショットガンありゃなんとかなるからね。まあただ、一個問題はアシュリーを連れて行ったとしたら、まあいきなり難易度が上がるというところになるんで、これちなみに、あ、無理か。無理か。めっちゃ構えてんだけどな。こいつらロケランとかぶっかましたらお亡くなりになるのかな。そこら辺がちょっとどうなのか、危ないんだすかね。アシュリーもその場にいるんだよな。あれ、それ縦に振り下ろさずにさ、横向きにやってればなんとかなるとか。でもこれ寄生虫って結局さ、こうアシュリーじゃないや、ガナードとかってさ、人間のなんだろう、知能がある程度残っている状態だから、こっちに向かってくるとかっていうのはわかるけど、だけど、こいつらなんかも完全に寄生、なんで後ろ向いてたっけ、一度。寄生虫に侵されまくっているっていうわけだからさ、それがなんかレオンを襲ってくるっていうのは、あ、そっかそっか。だから、それに関してはシンプルにサラザールが指令を出しているからって、そういうことになるのかな。まぁ、ちょっとよくわかんないんだけど。まあ、でも、貫通してぶちのめすことができると。ただ、まあ、毎回突っ込んでるのかもしんないけど、これって確かさ、寄生虫を駆除するために発射されるって、だからそれに反応して発射されるレーザーってことでしょ？さっきさ、チラッとさ、しれっと、お城のホールでさ、レーザーぶっ放したけどさ、完全に寄生虫に侵されていないであろう宝石とかさ、それから、壺とかを破壊したけど、あれはどういう仕組みなのかっていうのをぜひね、教えてもらえたらなと思うんだけど、誰か、なんか詳しい方います？これの。ちなみに、ガナードである武器商人のことは打ちのめすことができないという、こうちょっと謎仕様だったりするんだよね。っていう、まあ、そういう細かいところまで、いろいろと突っ込み始めてしまうと、ダメだよね。そんなこと言っちゃダメだよ。ダメだ。狂い始めてる。それは、ちょっとまた別の気が。そうなんだよね。昔、今ほど自分自身があんまりゲーム実況を見なくなったから、なんて言うんだろう。昔はそれこそ旧っていう方は変な、まあ、元祖ゲーム実況っていうと、僕の中ではコツメコさんっていうね、今イラストの、あれになっちゃったけど、水泳とかすごい得意な方なんだけど、あの人のスーパーマリオとかポケモンとかね、ポケモンレベル100のわがままに耐える旅みたいなとか、あれめちゃくちゃ面白かったけどね、とか見たりとか、まあ、未だにやってるので言ったら、キヨさんとか、まあ、オトジャさんとかのゲーム実況とかも見たりするんだけど、だけど、まあ、ゲーム実況自体はあんまり見なくなっちゃったっていうのがあるからね。まあ、今、どんな感じのものがある？でも昔、短編だけど、見てめちゃくちゃ爆笑したのは、ビビリがやるバイオハザードだったかな。バイオハザードビビりながら、ビビリがやるバイオハザードとか、なんか確かそんな名前だったと思うんだけど、あれはめちゃくちゃ面白かったよね。バイオ2とかバイオ3とかを、元祖の方をやってる人がもうなんかやたらと絶叫しまくるみたいな、そういう、プレイ動画がね、3分とか5分とかの動画で上がってたりとかするんだけど、まあ、そういうのがね あったりとかするんで、まあ、多分調べたらまだ出てくるんじゃないかな。どうなんだろうね。癒しのコーヒー、まあ、夜中にコーヒー飲むとあんまり良くないとかっていうのはあって、まあ、そらそうなんですよ。覚醒作用があるから、夜飲んじゃうとね、眠りが浅くなって、寝れたとしても眠りが浅くて、あまり疲れが取れないみたいなこととかあったり、やっぱりするから、そこら辺ね、皆さん、注意した方がいいんじゃないかな。ただまあ、一部ね、カフェインが効きにくくなるとかっていうのもあるし、まあ、カフェインを摂取しても大丈夫なようになるために、まあ、いわゆる睡眠サプリみたいなものを取ったりとかっていうのが、あれば。止めないとダメなんだ。残念。
ていうのもあったりとかするんでね、まあ、そこら辺はまあ自分の生活スタイルに合わせたものがあったらいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、僕はあの結構サプリマニアというか、あのいろんなその用途に合わせてサプリメントをね、1日で何種類飲んでたの ?15、6種類くらい飲んでるのかなっていうのも、まあ、別にサプリって薬と違って、まあ もちろん飲みすぎはダメだけど、その常用することによって体に害を及ぼすみたいなこととかっていうのはないから、まあ、当然カロリーとか特に脂質の部分とかっていうのは飲むサプリによって気にした方がいいっていうのは当然あるんだけど、まあ、あのシードコムスっていうあの 沖縄 FF 琉球だったかなっていう会社がやってるあのサプリメント事業なんかで、これあの年末じゃないや年始かにおかんにあのここであの買ってるんよ私って言って教えてもらったのがあって、でたまたま1月もだから2ヶ月前ですね、2ヶ月前にあのそのシードコムスであのサプリをあの買おうかなと思って行ったんですけど、めちゃくちゃ安いんよ。っていうのもあのね au ペイマーケットかなで新春初売りみたいなあのフェアがやってて、1年分要は3ヶ月分を1袋にしたのをかける4袋をまとめて売ってくれているっていうのがあって、それがなんと一つのその種類に対して2023円っていうね、まあ要は今年と同じあの今年と同じ西暦に合わせた金額にしているっていうのがあって、でそれをまあ単純に1ヶ月で計算してったらさ、200円もかからないわけさ、うん、でその中でまあ僕は例えばシジミエキス、おっさんかっていう話がシジミエキスか DHA とかカルニチンとかカプサイシンとか、うん、あと何があったっけな、あとはまあハトムギエキスとかビタミン D とかビタミンちゃう、まあなんかちょっといろいろあるんですよっていうのをなんかまとめていろいろとこうね買おうかなと思って、でどうしても本当はちょっと待ってね、ちょっと待って、こちら、あー見えないな、もうちょっとこの瞬間のためにバイフォーへ、見えるけど遠いな、これまあ一回なんだっけ、ライフルで試したこともあるんですけど、ライフルも遠いんすよ、これ残念だからね。ということで、まあ、ちょっと待ってね、話の続きをしたいところなんだけど、今からパンチルタイム。レオン待望のパンツ見放題タイム。あー、遠くなっていく。残念でした。はい、そう。だから本当は、皆さん、例えば体を鍛えるとか、ダイエットしたいとかって考えてるじゃん、もういきなり掴むんじゃないよ、このド変態野郎。っていう方がいらっしゃれば、できれば朝に大量にご飯を食べて、で、昼が中くらい、夜ちょっと少なめとかにする方が、本当はいいらしいです。っていうのも、体が、こう、思い切って動くようになってくるんで、要は夜食べちゃうと、その分ね、どうしても夜って活動量が、徐々に減っていくようになるじゃないですか。だからその分、筋肉になるというよりは、まあ吸収した分っていうのが脂肪になりやすかったりするとかっていうのがあるので、だから同じ例えば3000キロカロリーとか2000キロカロリーとかっていうのを1日に摂取するってなったら、じゃあどのタイミングでどのくらい取ったらいいのかって言ったら、朝1500、昼1000、夜500みたいな、極端な話をすればね、とか、あるいは1500、750、750とかみたいな、そういう取り方をするとかっていう方が、まあ脂肪になりにくい摂取の仕方になるというところなんですよね。だから体重に関してはそれは当然摂取カロリーよりも消費カロリーの方が多かったら落ちるってなるけど、でも同じその摂取カロリーだったとしても脂肪になりやすいかなりにくいかっていうのは結局朝にかかってくるわけですよね。ところが僕は残念ながら朝ちょっとまあ時間がないっていうのがあって、まあ今はまだ時間ができた方なんだけどね、在宅勤務ができるようになったからなんだけど、まあ朝に散歩行ったりとか、まあ、ちょっとストレッチやったりとかね、朝勉強したりとかってなってくると、まあ、なかなかこうちょっと夜ご飯を食べるのと比べるとね、腰を据えてこう飯を食ったりとか作ったりとかっていうのは当然できないし、飯を作ろうかなって思う時間帯に関しては、まあ、今後娘ちゃんが保育園入ればどうなるか分かんないけど、まあなかなかね作るってなると、まあちょっと うるさいからどうしてもその料理音とかね調理音とかしちゃって、まあ娘ちゃんが起きたりとか嫁さん起こしちゃったりとかっていうのがあるから、穴でかかったっけ、ね、これ1周目の時とか出てこなかった、ね、なんか2周目になるとこの横からプシュンプシュン出てくるみたいな、まあ武器が強くなってる分ちょっと難易度上げてやろうか、ヒャッヒャッヒャッって感じのかな、ね、さあ一度あれいない、あれいない、走ってきて、ね、なんだよ、陰で隠れてるの、察しのいいやつだぜ、めっちゃスライディングして落ちてる、そう
まあっていうところなんで、まあできれば朝大量に食べた方がいいけど、出す食べれないんで、僕はその分の栄養摂取っていうのも、カロリーが取れない分、栄養摂取だけは少なくともやっておこうと思って、まあ朝、まあ肉まんだったりとか、まあドライカレーだったりとかっていうのを食べたりするんですけど、ドライカレー、朝からカレー食うのかよって思われるかもしれないけど、ドライカレーって大してね、まあ米のカロリーくらいしかないもんだから、大したもんじゃないからね。うん、で、鶏胸肉と、あとまあ野菜とかキノコとかをバコバコ入れてるっていうくらいなんで、そんなに大したカロリーじゃないんですよ。うん。そうそう。まあ、本当はもうちょっとカロリー入れたのがいいかもしれないけどね。はい。で、ラスト。オッケー。っていう死んでる。いてぇ、なんで死んでたのに、マジか。おもろ。今救急スプレー使っちゃったらさ、バカじゃん、卵食ったんだからそう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 っていうのがあるんでね、まあまあそういう健康に気を使われる方に関してはね、シードコモス、まあ今ちょっとその、ね、年始に比べると若干損っていう言い方はあれだけど、ちょっと通常の価格に戻ったりとかしてるけど、まあ、もし au ペイマーケット使える方に関しては、毎月ね、3日、13日、23日っていう、その3がつく日、30、31は多分なかったと思うんだけど、30、3、23っていうのが、ちょっと安くなる日だったりとか、ポイント還元率が高くなっている日とかだったりするんで、まあ、ぜひその日を狙って、3ヶ月分とかをシードコムス、シードってあの種っていう意味で、コムスっていう、うん、全部カタカナっすね。っていうので調べてもらったら、だいぶお安く買えるんじゃないかなと思いますね。3ヶ月分で、600円とかで買えたりとかっていうのもあるし、ものによってはね。当然中には高いものもあったりとかするんですけど、1年かけたら、なんか8000円とか4800円とか、そのくらいのサプリもあったりとかするんだけど、まあ、大概ね、トータルで3000、年間で3000円いかないくらいで、そこそこ、生活において必要な、なんだろう、栄養素の摂取できるサプリとかっていうのはあるんで、僕もともと DHC のビタミン D を毎日飲んでたんですけど、ビタミン D もその内容量って言ったらいいのかな、含服量と言ったらいいのかあれなんだけど、が微妙にそのシードコムスの方がちょっと高くて、もしかしたらそのビタミン D 以外のちょっとした栄養素っていうのがDHC の方が高いのかもしれないけど、でもビタミン D そのものの含服量がシードコムスの方が高い上に、しかも安いなってるんで、だそうだったらもうシードコモスで買った方が得じゃねって思って、僕はもうそっちに切り替えたってことですね。で、ビタミン C に関しては含服量大して変わらなかったんだけど、まあシードコモスの方が若干高い、Amazon の定期便で買ってるんですけど、今買ってる方、DHC で買ってるビタミン C の方が安かったんで、それは継続していると。だから DHC もともと何種類か使ってたんですけど、今残ってるのはビタミン C くらいで、あとも全部シードコモスに乗り換えたっていう、そんな感じですね。だからまあ、こうやってね、体に必要な栄養素を摂取、毎日頑張りつつ、まあ、当然ね、当然、当たり前の話なんだけど、普通に食事で必要な栄養素全部摂取することができりゃ、それ以上、サプリなんかっていうのを取ったりとかする人ってのは一切ないんですよ。うん。なんだけど、やっぱりそれを一日で摂取しようと思うと、まあ、とんでもないね、量のご飯を食べなきゃいけなかったりするわけなんで、そうするくらいだったら、まあ、サプリで、そういう栄養保存、喋れねえ。栄養補助食品っていうのを食べる方が、食べるというか、まあ、摂取する、飲む方がいいかなって個人的には思う次第だなっていうところですね。まあ、なんだろう。栄養補助食品の方でさ、必要な栄養バランスを整えつつさ、あとはなんかちょっと、まあ、当然筋トレとかダイエットとかしてる人からすると、それは、その考え方ちょっとふざけてるでしょと思われるかもしれないけど、好きなもん食ったらいいんじゃないと思うけどね。僕なんかは、筋トレを、まあ、日々、しこしこと頑張って、多少頑張ってる程度の人間ではあるんですけど、まあ、残念ながらね、もうそうやって好きな食事を取りまくっているせいか、体自体はでかくはなってきてるんだけど、地味にね。でもね、未だにね、腹筋っていうか、お腹の皮下脂肪が取りきれないままなので、まあ、力をふって入れれば、まあ、多少割れているっていうのは、まあ、遠目から見たらわかるんだけど、まだね、はっきりと、プールに行けるような体につきにはなってないっていう。まあ、でもね、習慣のお話と繋がっていくとさ、無理してさ、なんかその、まあ、食事制限やってとか、別に大会出るわけでもないし、僕、しまって、開いて、笑って、叫んで、って感じだね。うん。
別に無理して大会に出るとか、そういう別にアスリートになることを目指してるわけでもないから、うん、ゆるくゆるくね、しれっとこう体を変えて、で、気づいたタイミングで、急に敵が現れると。うん、まあ、気づいたタイミングで、なんか、いい体、自分がこのくらいの体だったらいいなって思うものをこう維持し続けられたらいいんじゃないかなっていう。だから、よくね、ダイエットとか、運動が、ダイエットしますとか、運動が続かないんですとかって、まあ、運動しますって言って頑張る人たちの中でも、やっぱり失敗につながっちゃうタイプの人たちって、どっちかっていうと、その、なんか毎日運動するんやとか、こう食事制限で1日なんか1500キロカロリーとか1200キロカロリーに抑えるんやって言ってね、なんかスタートからいきなり、その一生懸命頑張ろうとしちゃうっていう人たちが結構多いなっていう印象があって、皆さん普段例えば運動するさ習慣がない中で、毎日100メートルダッシュを10本やってくださいとかって言われたら、多分1本目でハーハー言っちゃうわけじゃないですか。それをなんか今までこう毎日2500キロカロリーとか3000キロカロリーとかっていう、まあちょっと一般的に摂取した方が、1日摂取した方がいいって言われている量よりもちょっと多めの量を取ってるような生活、まあその普段の3食の他に間食バリバリしてますとかっていう人たちが、急に間食もやめて、なんか肉魚の中心から野菜生活の中心にしていきますみたいなことやったって続くわけないんですよ、うん、だから徐々にこう食生活を変えていく。まずは例えば間食をやめるとか、普段チョコレートとかクッキーとか洋菓子のようなバターを使ってカロリーが高い脂質が高いっていうものを食べている人とかだったら、和菓子に切り替えるとかね。和菓子って脂質も少ないし、カロリーもその洋菓子とかに比べたら低いから、仮に同じ量を食べたとしても、その太りにくいっていうのはもう目に見えてわかるんですよね。だからどうしても甘いものが食べたくて仕方ないよっていう人に関しては、間食を全くピタッとやめてしまう。口寂しくなってしまったら、結局ね、一日やめたら、次の日に二日分食べちゃうとかっていうね、習慣化の罠みたいなのがあったりとかするから、それするくらいだったら、まあ、お団子はちょっとカロリーをお餅だから、米だから高めだけど、その、羊羹とか、もなかとか、うん、まあ、そのくらいだったら、全然、2個くらい食べても平気。クッキー、2袋とか食べるくらいだったらね。全然マシなんで、そういうのやってもらうといいんじゃないかな、というところですね。うん。ということで、まあ、なんか気づけばもう、このチャプター4の1が終わりに差し掛かってきてるんですけど、まあ、普通に倒すのも大変なんで、大変じゃない、面白くもないんで、まあ、ちょっとこいつで、どのくらいの数バコバコ打てばいけるかっていうのをちょっと試そうかなと思います。はい。まあ、何せバイオ4で出てくる一番強い敵だからね、まあ、こいつで倒すのが一番いいのではなかろうかな。耐久力を試してやろうじゃないかってことですね。まあ、でもね、30歳過ぎてさ、もう気づけばあと3ヶ月で31歳の誕生日を迎えるっていうところなんだけどさ、30歳になってくると、まあ、一番ね、なんだろうな、まあ、どんな時に年を取ったかって感じるかっていうのは、まあ、人それぞれあるかもしれないけど、まあ、最近マシになってきたんだけど、まあ、一時その、今ほどその筋トレ頑張ってなかった時期とかなった時に、やってた時に、29歳くらいの時だったかな。なんかね、ビュッフェに行った時に、まあ、めちゃくちゃ食って、で、これまでっていうのを、どっちかっていうと、その、例えば昼間にビュッフェ行くじゃないですか。そしたら夜普通に腹減って、晩ご飯もいつもと同じ量食う。まあ、だから太るんだけど、っていうのができてたのに、で、なんで、ちょっと待って、ボタンミスってまた、いらんもん開いてる。ちょっと待ってね。ちょっとストップ。OK。大丈夫。いけてるかね。いけてる。いけてるがね、OK、OK。っていうのがあったんですけど、29歳の終わりくらい差し掛かった時かな、ビュッフェ行って、で、帰ってきて、その日一日何もいらない、なんなら次の日の朝ごはんももうお腹いっぱいでいらないっていうくらい、なんかちょっと消化機能が衰えてた時期っていうのがあったんで、まあ、だからね、終わった。
いうのがあったんでね。だから今は、まあその適度に運動もするようになったし、まあ割とその摂取する、まあ栄養バランスなんかっていうのも結構意識するようになってきたんで、ビュッフェとか年末年始行く機会、まあ年始はないか、あ、年始あったな。まあ、特に年末、12月なんかすごく多かったんですけど、まあ、普通にご飯食べてて、まあ、なんかそんなことしてるから、なんか71キロくらいまでちょっと太っちゃったんですけどね。まあ、今、落ち着いてまた、適正体重、自分にとっての適正体重ね。68キロって。だから172、3センチで、なんか65キロくらいでも BMI っていうか、まあ、若干高めに出たりとかするんですけど、まあ、それは結局その体重との比較だから、例えば体脂肪率とか、まあ、それからまあ筋肉量とかっていうのをバランス取った時に、まあ自分にとってさあしのどのくらいかっていうところなんでね、まあそこは体重だけに惑わされないように、まあこれは一つまあダイエットのコツだったりもするんですけどね、まあそんな話をしつつね、チャプター4の1をクリアすることができたんで、ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタン、なんとなく今日の話面白かったなって思う方はね、その感想をコメント欄なんかに書いていただけたらなというふうに思います。ということで、本日のバイオラジオいかがだったでしょうか。いつの間にラジオなってんっていうツッコミがあるかもしれないんですが、まあ、まあ僕のねバイオに関してはね、実況をガリガリとやっていくというよりは、どちらかというとこんな風に雑談をしながらねやっていくと、まあファーストプレイに関しては、初見プレイに関しては当然普通に実況やっていくけど、まあこんな風にね無限武器使ったりとかっていうのに関してはこんなラジオ感覚でやっていきますんで、また次回もお楽しみいただけたら嬉しいでゴンス。ということで本日の動画は以上とさせていただきます。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。